絵心クイズ、あざすやろうぜ。あ、はい。よーし、頑張るぞ。頑張るぞ。あなたは回答者です。ひらがなで答えを書いてね。了解です。頑張ります。全部で7枚。7問。よし、来い。わかるわけねえだろ、こんなの。ちょっと。早く早く。挙手。挙手だろ、これ。挙手。発言。手。パー。おい、な、え？違うの、これ。そう、前の配信と違ってさ、難しいだからさ、むずいんだよね。難しいから、てこの原理。どこがだよ。これ絶対違うだろ、これ。この手上げたやつ、てこの原理じゃないだろ、絶対に。なんだよ。よし、来い。一問目はね、ダメでした。答えて正解した人と書いた人にポイントが入るんで、どうにか正解したいですね。これなんだこれ。猫。これは待て。え？空飛ぶ、絨毯。なぬ！ちょ、違うのこれ。あ、どこがだよ！ペルシャ猫って分からんけどねえよ。何ペルシャ猫って。空飛ぶ絨毯かと思ったわ。あ、これユタボン？ユタボンじゃね？ユタボン。おーい。違うんかよ。麦わら帽子はユタボンとしか思ってないんだけど。清楚！なんで分かるんだよ、これが。え？あ、俺だ。よし、僕の番ですね。フラワーアレンジメント。フラワーアレンジメント。待って。フラワーアレンジメントを絵でどう表現すればいいかわかんない。ググってきます。ちょっと待って。生け花の、なんか、なんて言うんだろう。鮮やかバージョンみたいな。じゃあ、ガラスの靴。ちょ、今見た感じのやつでいくわ。よしよし。あ、もう分かりやすい。もうこれがみんな花って分かるでしょ、これ。もうみんな花って分かるでしょ、これ。キャミソール違いますね。お花だよ、お花。あ、待って、チューリップが分かりやすいかもね。チューリップ。赤にするわ。パンプス。パンプスなんだけど、パンプスの中にこういうことよ。パンプスの中に、こういう風に、いっぱい花を散らして、フラワーアレンジメントしてんのよ。フラワーアレンジメントしてんだよ、ここで。頼むみんな。分かってくれ。気づいて。これはフラワーアレンジメントの作品。これはフラ、あ、待って、前衛芸術。合ってる。フラワーアレンジメント。なあ、いや、やる！すごいな。なんで分かるんだよ。俺の絵結構下手だったけどね。ん？ほうほうほう。これは人だな。人ですね、これは。トラック運転手、バス運転手。待て、ゴーカートだ、これ。ゴーカート。え、違うの。トラなお、ロードローラー知らんし。ロードローラーっていう車は俺知らないんだけど。よし、これ椅子だな。椅子だけど椅子じゃないのよ。難しいだからね、この難易度。難しいだから、椅子の中でも、なんとか椅子っていうのは、空気椅子は絶対違う。ボックスシート。え、これなんだこれ。飛行機だ。え、機内。飛行機内。ビジネスクラス。はは？そうなの。最後は協力モード。3人で書いてみんなに当ててもらおうと。ビアガーデン。なんか、さっきから俺植物系多いんだけど、ちょっと任せるわ。ビアガーデン、調べる。ビアガーデン、はい、植物じゃなかった。はい。じゃあ俺は、ライト書くわ。ライト書くわ。綺麗にしとく、周りを。周りを綺麗にする。はい！ちょっと、え？やるね。俺が書く前に終わっちまったんだけど。やるな。あ、ちょ、僕の発言が分かりやすいように、ちょっと、青色にしとくわ。2戦目ですね。これは子供だね。子供というか人間だね。人間がいましてと。絶対人間じゃないね。答えは人間じゃない、絶対に。なんだこれ。探偵。猫。
耳。え、なにこれ全然わからん。え、喋ってんのかこいつ。何々なのだ、わからなすぎる。何々なのだ、何々なのだ、わかんなすぎだろ。語尾がおかしいやつ。違うの。え、絶対みんなわからんこれ。何々なのだ。これなんだこれ。助動詞。え、ガチわからん。何々なのだ。多分その何々なんだろうね。答えは。なのだ、なのだ。おい、絶対わからんけねえだ、こんなの。どこが名台詞ってわかるんや、こんな。よくわかったな、名台詞って。しかも名台詞だしね。そうか、言ってる人たちは名台詞って言ってるけど、文章に直したら名台詞だもんな。よし、来い。ググってきたようだな。調べたらまあ書けるだろう。教えてくれ、俺たちに。俺たちに教えてくれ、その内容を。え、なにこれ。ガチわかんない。これ何これ。全然想像つかないんだけど。水族館。これ魚だよね。違うの？え、これ魚じゃないのこれ。え、物の名前じゃなくてさ、そういうこと、ことわざとかそういう系？これ何これ。ググってこれが出てるわけでしょ？煙じゃね？違うのか。え、建物から煙が出てるって感じじゃないのかな。ホルカ。違うか、火事。火事さっき言ったな。京、やばすぎこいつ。京都アニメーションとか言いやがった。アマミってやつやばいんだけど。海に近くて煙が出てる。製鉄所。船、ん？違う、待って。あれ船作る場所ってなんて言うっけ？長崎。長崎。長崎だよね、あそこ。違ったっけ？出島。そこ何がある？あ、原子力発電所ありそう。なあ、違ったんかい！いやー、俺、無理。わからん。ガチわかんねえ。軍艦島とか知っとるわけねえだろ。逆にどうやって書くんだよ、それ。目から鱗？あ、もうこれ普通に書くわ。これ目じゃん？で、白色の、あ、違う、書けねえわ。違う、涙じゃないんだよな、それが。目から鱗なんだよな。うん。目から鱗なのよ。じゃ、魚書くか。魚書いて、ナイス！やるー。これでポイント入ってんね、俺。80ポイント。お、暫定2位ですね。そして残り4、4問。4問、頑張ります。おじいさん、サンタクロース。あ、ん？じゃ、天使。天使こんなにじじいじゃないだろ。神様。え、また手あげるぞ。おい、そんなわかる気ねえだろ。やばこれ。な、神の手って問題が悪いわ。はい、次。怒ってる。怒ってる人の手。人の手。違うの。焼き、なんでこれでわかんのかわからん。なんでこれでわかるのかがわからん。やば。立ちばさみ、立ちばさみっつったらあれだよな。ごめんなさい、間違えた。立ちばさみっつったらさ、布切るやつだよね。布切るやつ。うんこなわけねえだろ。お前撮影してんのに映せねえわ、そんなの。やるね。ハサミだけど、ハサミなんだけど、ペラペラのものを切るよと。これを布って分かってほしい、これを。あ、布切りバサミ惜しい！え、これ立ちバサミだよね。布切りバサミめっちゃ惜しいんだけど。裁縫バサミ惜しい。言い換えろ、言い換えろ、みんな。言い換えてくれ。言い換えて。言い換えて。ちょっとこれ布っぽくしとくわ。模様つけて。模様つけて布っぽくしとくわ。うん。え、くるくる巻いてる感じの、こういう布も作っとくわ。なんだっけ？多分ね、それ。名前が違うんだよ、そう。みんな。ナイス！立ちバサミ。あ、ブルブルブル、立ちバサミ。やるな。よし。おっと、これ俺勝てるんじゃない？あ、違う。甘みってやつもそうか。これ2位ですね。くっそ。林間学校。キー書きます。キー書きます。森の中に学校あれば、早い。
待って、難しい問題とさ、難しくもない問題の差が激しすぎない？これ。やば。軍艦島は絶対にわからん。